はい、どうもお疲れ様でございます。鍋でございます。まだお昼じゃちょっと早いんですけどもね。ちょっともうお腹も空いたんでね、ちょっと腹ごなしにちょっと食べていこうかなと思います。今日はパンをね、コンビニで買ってきたので、それをいただきたいと思います。本日いただくのはね、コンビニエンスストア西武オンさんで買いました、ホイップホーン十勝ミルクってやつですね。はい。ホーンってね、どういう意味なんだろうね。ホイップはまあホイップクリームなんでしょうけどね。ホーンってのは何なんだろう。コロネとかありますよね。こう、くる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 ってね。まああれはでも、あれ貝とかって意味だったのかな。ちょっとわかりますけどね。どういう意味なんでしょうかね。なんか、そういう感じなのかな。形状をホーンっていう何かに例えてるのかな。で、基本的にはこう多層生地のね、こういったデニッシュ系になってますね。で、中にホイップクリームが入ってて、周りは粉糖がかかってるっていう感じです。いただきます。ちょっと私もね、20年近く前の知識なんで、ちょっとうろ覚えですけども、この手のね、デニッシュ系ね、とかクロワッサンみたいなね、ああいうこう、生地がこう織り込まれてるやつっていうのは、織るときに、生地と、例えば、カエンバター、しょっぱいバターとか、無塩バターとかって言って、その最終的な味によって、そのバターのね、種類とかも変えてくるんですけど、っていうのを挟みながら、こう、織っていくんですよね。で、ローラーでこう、ビビビビビンとこうね、薄く、潰してって、それをまた折って、潰してって、折って潰してってっていう形で、生地を作るんですけども、基本的に生地がだれないように、冷蔵庫の中でやるんですね。で、私がその20年以上前にパン屋さんで勤めていた時は、私はもちろんね、その頃下積み中の下積みだったんで、生地を折ったりなんてめったにさせてもらえなかったと思いますね。たまにその先輩の助手みたいにして入ったことはありますけど、まあとにかく寒い。防寒着を着てね、ひたすら折ってます。だからパン屋さんってね、お店に出て、あのパンたちを見てると、すごくそのパンを作る職人さんっていうのは華やかにも見えるんですけども、ほんと体力使うんですよね。窯の前なんて何十度って灼熱ですし、私は下っ端だったんでね、カレーとか、そういったドーナツ系を揚げる、フライヤーで油で揚げる、そういう係だったんですけど、そこだってやっぱ暑いですしね。こういう生地を作る人っていうのはやっぱ寒い中に行きますから、まあとにかく体力仕事ですよね。重いしで、暑いし寒いしみたいなね。本当外仕事のガテン系の方と変わらないぐらいハードですからね。でもね、そういうのの末にこういう美味しいものができるというね、ありがたいことですね。結構塩味がきついね。ホイップは、甘々なんですけど、生地にね、結構これ、カエンバターが入ってんのかな？これでも、プラス食塩なのかな？これわかんないですけどね。はい、ということで、本日は、ホイップホーン十勝ミルクいただきました。税込み130円です。